あ、ごめん。え？もう一回今言ってくれる？うん。何をしてるんですか？まあ、ナスの支柱立てを行っています。これが雨風にやられないように元気で大きくなってくれることを願って支柱を立てています。あと、ネギも大きくなってきてすごく嬉しいです。キュウリも今芽かきを行いました。これからどんどん伸びていくと思います。あと、かぼちゃとそれから長ナスとメロンはちょっと貧弱株を買ってきたので、果たして大きくなってくれるかどうかちょっと不安です。かぼちゃはこれです。かぼちゃはこれです。もう徒長して丸びしてるんで、ちょっと大きくなれるかどうかは心配です。でも一生懸命大きくなろうとしてますんで、楽しみに栽培してます。ネギが立派になったでしょ。ネギが立派になりました。あともうちょっと経ったら土寄せを行います。まだちょっと早いです。今度はじゃあオクラ見に行きます。オクラも支柱立てが終わって、まあ、少しずつ上伸びてます。毎日これはすごく日の欲しがる野菜なんで、今日照時間が少ないのでなかなか大きく伸びることができません。もうちょっとこれぐらいになったらだんだんと実をつけてくると思いますけど、まだですね。ネギは混植って言って、コンパニオンプランツといって、このネギと一緒に他の野菜を植えると雑菌がネギの力によって抑えられるので、野菜の生育が良くなります。あとメロンがこっちにあるんですけども、これが長ナスですね。これも弱小株です。もう、はい、生きるか死ぬかの状態だったのを買ってきて今こんな形になりました。さて果たしてどうなることやら楽しみです。はい、ここオクラほら少し、実をつけ始めてきてます。実ですね。はい、じゃあ今度メロンですね。メロンはこれです。これなんですけども、笑われると思いますけども、これがメロンのつるになります。買ってきた時はもっと貧弱だったんですけども、ここまで大きくなってきました。ちょっと楽しみですね。今花が咲いてます。これは雄花ですね。この後雌花が出てくれば実がなります。あとさつまいも、これはもうどんどん大きくなっていって、品種は何ですか？ベニアズマですね。ベニアズマ、はい、ここにある。これは秋口お母さんに喜んでいただけるんじゃないかなと思って栽培に力を入れてます。はい、以上が、もう一つ忘れてました。レモンですね。これはもう今年はもうダメかなと思って諦めていたんですが、こんなに素晴らしくなってきました。見てください。愛情を込めれば幸運になるってことが証明できる作品です。これみんな花ですね。この赤くなってるの、この後に、まあ、全部が実になるわけでないのですが、その雄花と雌花があって、雌花には実がつくと思います。これは楽しみにしてます。以上ですね。